八幡駅は、新潟県西蒲原郡八彦村大座八幡にある、東日本旅客鉄道八彦線の駅。駅舎に面する短式ホーム一面一線を有する、地上駅。ホーム庁は4両編成までに対応している。八彦駅、吉田駅間の定期列車は、すべて2両編成だが、5両以上の編成の列車が、臨時列車や延長運転などで、 ヤヒコ方面へ乗り入れる際は、当駅では、ヤヒコ方4両をホーム上に停車させて、ドア扱いを行い、吉田方の5両目以降では、ドアカットが実施される。無人駅で、園三条駅が管理する。駅舎は、事務室、窓口の設備はあるが、待合室の機能のみ。ホーム入り口付近には、スイカカーに改札機が、入場用、出場用、各1台と、 自動券売機が設置されている。なお当駅には2012年春から JR 東日本新潟支社が無人駅周辺の美化活動等を同社を退職した近隣在住の OB にボランティアとして移植する名誉駅長が配置されている。またかつては簡易委託駅で駅前の店舗が乗車券発売を受託していたがすでに廃業している。駅前は ヤヒコ村やハギ地区の住宅街となっており、役場や学校が集中している。当駅発着の一般路線バスは運行されていないが、コミュニティバスが一路線があり、ヤヒコ村とつばめジが共同で事業を実施している。ヤヒコ、園広域循環バスが2016年1月改正時点では、平日後往復運行されている。ありがとうございます。